50面、50面でなんかエンディングでもなんかあんのか、なさそうだけど、なんかオードランナーはなんかあったよな、ピロリオリってなんかおめでとうぐらいの、まあまあまあなんかあったかな。もうゲームバランス崩壊ここまで来るとしてるんで、もう何があろうが無敵と言える。ボンバーマン、ビカムズ、ランナー、やっぱロードランナーと絡んでんな。See you again in ロードランナー。ロードランナーで見ようってことか。あ、そっか、これロードランナーの前なんですよね、ボンバーマン。確か。あの、敵のボンバーマンが50面まで行くと、ロードランナーにこう進化して、ロードランナーは今度追われる身になって、ボンバーマンから逃げるっていう、そういうストーリーが確かあったよね。なるほど。大変だ。2回じゃあ、あのボンバーマンは、ボンバーマンを50面クリアした後に、ロードランナー行って、ロードランナーを50面クリアしたら初めて逃げられるってことなんだね。大変だ。ロードランナーに人生あり、ボンバーマンに人生あり。はい、ありがとうございました。すっきりしました。また何かやりたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは。